はい、えー、こんにちは2月の17日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻が3時24分15秒という時間帯でございます、えー、さて今日資料を持っておりますまた,またいくつか紙芝居を持っているわけでございますけれどもまずは、えー、菅官房長官の記者会見からと。 ここういういところです。政府、首相官邸のサイトをご覧になっていただければというふうふに思いますけれども、やはりその新型コロナウイルス週末にもいろいろ各メディアでいっぱい報じられていてとというところで心理的にもこれマーケットにも全く影響をしないというのもこれなかなか。 関係ないよというのはなかなか嘘ぶくわけにもいかないところだと思うんですけどもこちらでございます菅官房長官の記者会見、えー、有識者会合、まあ、いろんなところであって、そうしたところでは、まあ、例えば東京マラソンだとか、えー、イベントに対してのこう、まあ、自粛をするというんでしょうかね、そうした議論というのはなかったというふうにしておっしゃっていたんですが、今、この梅の収録のちょっと前の時間でしょうかね、えー、天皇陛下のお誕生日に対します一般参があだとか、ないしはこの、えー、東京五輪においてでもございますけれども、一般選手 選手の方はこれ中止になって、えー、エリート選手だけというところでしょうかね、えー、東京五輪の選考会兼ねてますので、そうした選手のみの参加というような報道がちょっと出ていたわけでございますけれども、えー、さて、そうしたところと相まってなんですが、こちらです、えー、8時50分に、えー、我が国の1、3月期の GDP 失礼、10月、12月期の GDP が発表されました、えー、でちょっとアップしますけれども、やはり年率6.3%だとか、こうまあ、要は。 マイナス成長著しかったというところが、まあ成長率を大きく、大幅に鈍化マイナスしてるよというところがこれ出ているというところでございます。で、まあ先週の週末にご案内させていただきました。ウィークリーレポートでちょっと触れさせていただいたんですけどもまあ、そのまあ、これは想定範囲内だったので。 えこれを特段に私がどうでしょうかとうう申し上げるのも変なんですがまあまあマーケットの想定範囲内だったとこういうふうにしてまあこの見通しで書かせていただきました米中の通商交渉の長期懸念だとかあとは週が10月の消費増税のまあ反動もなかったわけでございますそうしたものの心理的な圧迫の影響そしてえ10月の上旬でございました東日本を中心として爪痕を残しました台風19号の影響ですね。ここうしたところでのまあ生産、えー も含めてでございますけれども、いろんなものですね、輸出輸入も総じて抑制されたというところで、えー、マイナスになるんじゃないでしょうかというふうに書かせていただきましたが、やはりその通りになってしまったというところでございます、8時50分でございますけれども、為替市場、ドル円の方が、官能度はどち,らなどちらかというと、 まあ、ゆっくりとというんでしょうかねえ、19でカバーしたというところなんですが、日経平均株価でございます、9時の寄り付きの前でございましたので、えー、こちらはブルームバーグチャートでございますが、先週の末の終値、ね、2万3608円水準からぐわっと下がってというところで、2万3350円もまで下がって、その後、なんとか押し返したというところなんですが、5馬、ザラバ、高安も2万3450円から550円の上下の中で推移というところでございました。やははりちょっっと心理的な圧迫度はあったんですが そうは言っても買い戻し、まあ、この辺のところはどうしても短期筋が出てきたんだとは思いますけれども、そうした動きの中で個別株の春別が進んだ、ただし33業種、じゃあ後ほどご案内させていただきますけれども、えー、上昇したのが 2, つ2業種しかなかったというところですね、えー、さて、これを踏まえてでございますが、今夜の夜の海外市場での焦点は何なのか、今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただきたいと思います。 はい、えー、まずはドル円からでございます、結論ありき、ススタンスは、えー、トレーディングスタンス、様子見とさせていただきました、109円の70銭から109円の90銭、現時点が109円の83銭ぐらいの水準でしょうか、今、なんとなく上限に近づいてきたなというイメージも持っているんですが、えー、本日の東京市場、ここまででございます、まだまだ東京外為市場、残り時間が1時間32分残ってますけれども、えー、本日の、まあ、東京金融と市緒、クリック株365。 FX の高安でございますけれども、109円の72から109円の865、1 4五輪幅しかないというところでございます。さて、で今回は7090とさせていただきました、9の90がなかなか超えていくことができない、まあ、このようところはテクニカルで、月足のボリンジャー、中心線を意識してというところでございます。一方で安値金円ののののぐららいかままだまだ輸,出輸入の 肺翼があるというふうにして言われておりますけれども先ほどの。 えー、やはり GDP の発表があったにもかかわらず、売るにも売らず、買わずにも買わずというところ、まあ、どちらかというと、新型肺炎の警戒感が強いという中で、中国人民銀行 PBOC、中期貸し出し制度の適用金利を引き下げるというところで、これ中国株、まあ、株の方は、えー、中国のアジア株の方は良かったんですよ。まあ、ずそれをもってして良かったのか、ちょっとそういったほどでもなかったと。じゃリスクオンなのかというところで円売りという形でもなく、どちらか っていうと GDP が悪かった、えー、そして新型コロナウイルスに関しまする国内感染拡大というのの形になると、えー、まあ 円売りとか株日本株売りというよりも日本売りだよねというような声もちょっと出てきたのが心配されるようなまあ非常に、えー、ワードでございますけれどもそちらの方には感濃度を高めずドル円レートは7090だったというところですで前置き長かったですけれども今夜は米国市場お休みでございますプレジデントデイというところですでカナダもお休み要は北米市場お休みでございますのでそうですねちょっと動きのはかなり鈍いというふうにしてみておりますロンドンフィクシングの時にロンドン勢が1 で少し買ってくるのかどうかぐらいでしょうか、後のところはほとんど注目しておりません、えー、そうした状況の中で、えーまあ、一応、意識しておいていただければと思いますが、109円の90、ちょっと超えたら、おそらく小さなものだとしても、ストップハンティング的な動きが出てくる可能性があると、9の9095ぐらいまで、この9の95ぐらいまで、ですねちょっと上がっていく可能性がある、109円の70銭ないしは、109円の60銭ですね、この辺のところもちょっと割れてくるようですと、ロングポジションが吐き出させられるようなストップ。 設定観測があるかもしれません、この辺の上下限の枠組みでの攻防ですね、えー、そうしたところは十分ご注意していただければと思います、えー、今回は9の70から9の90ということで様子見とさせていただきました。 はい、えー、そして今度は東京金融取引所クリック株365でございます先ほども申し上げました FX ドレンと同様でございますがこちらの方も様子見とさせていただきましたが欧州株がどういった動きをするのかはちょっと警戒したいな注目したいなというふうにして思います、えー、まだ現時刻,時刻においては FTSE だとか DAX こうしたところの欧州株の動きというのはちょっと見えませんがニューヨークダウクリック株365でのニューヨークダウ指数 こちらの方が今2万9395ドルぐらいでしょうか。一応前日比ではプラス69ドルというふうにしてなっているところでございます。えー、ドル円日経に濁するのはほぼほぼ横ばいというところでほとんど同意がありません、えー。前日比プラスマイナスゼロと2万3500円金峰というところですで。こちらの方も今回は様子見とさせていただきました。2万3350円から2万3525円。下限のところにおいては、冷やしの一目の雲の加 円ないしは上限、二万三千三百五十円から四百円の水準が維持できるのかどうか。今日はちょっと朝ぐっと下押ししましたけれども、この辺のところでは逆張り思考がかなり強まったかと思います。で、一方で上値焦点なんですが、二万三千五百円台を超えていくには、日足のブリンジャーの中心線が。えー、ちょっと阻害しているということと、二月の十三日の二万三千九百円台から。このチャートご覧になっていただければと思いますが、グレーのラインですね。抵抗線がぐーっと下押ししてますので。ここを超えていくような材料が果たして。あ アリアなしやというと。 ちょっとと形状的ににも厳ししいいのかなという,ふうにして見ておりますスタンス的なちょっと戻り売りスタンスの方が有,有利なのかなというふうふにして思うんですが、この2万3350円水準、ですねこの辺の堅調性を意識してというふうにして見ておりますえ、ただし様子見とさせていただきました、ちょっと個人的には戻り売りイメージでございますが、それでも2万3600円水準を超えてしまった場合は、ちょっとショートを持っていかれた場合は、上進した場合は万歳と、ストップ損切りというふうにして見ております。で一方で2万 3, 350円 400円この辺は強気に買うだろうと、何を弱気にたけびは見ているんだという方もいらっしゃるかと思いますが、さすがに2万3175円金峰ですね、えー、この辺のところがちょっと割れるようでしたら、まあ、確かにですね新型コロナウイルスに関して、えー、特に欧州勢というよりもニューヨーク勢だったでしょうかね、お庭外、福和内というところで、まめにこの新型コロナウイルスが逃げていくみたいなイメージでございますけれども、えー、ワクチン開発だとか、いろんなポジティブな形で上昇していきましたが、その時の起点が2万3150円、175円。 でございましたここまでま,だまた下押ししてしまうようでしたら、えー、リスク回避のムードが後退していましたけどもこれがまたまた増幅してくるという可能性がございますので万歳とこういうところでマークさせていただいております。で本日の日の経平均 えーまあ、プラスキーードとして見ましたのは、ファナック6954。これが6円50銭程度ぐらいでございました。あとはマイナスキーードとして大きく働きましたのが、32円42銭のファーストリーテリング9983。アドテスト6857が10円81銭。テルモも、テルモ4543も10円ぐらいありますね。えー、東京エレクトロン803業も9円73銭ですが、まあ、ほぼほぼ10円近くというところで、こうしたところが下押ししてしまった。 やはりでございますけれども、えー、実質 GDP がまあ、まあ、急減というよりも、ちょっと私は個人的には、私のレベルで相当、想定していたので、なんでというところだとは思うんですけども、市場予想以上にでも確かにこんなに悪かったのかというところも、やはりショッキングだった部分はあるかもしれませんね。えー、そうしたところの売りが優勢というところ、それと、やはり、え、新型コロナウイルスに関して、やはり、 まあ予防というような形で、いろんな行事の自粛という形ではなくて、えお、ー、び、正しくおびえて予防しましょうというような、えー、ムードが出てるんですが、やはりレジャー関連だとか、陸運、空運、こうしたところの詐欺が今日は目立ってしまったというところでございました。3日続落というところでございます。えー、上昇したのはゴム製品と水産農林の2業種のみというところでございました。 はい、えー、ということで、きょうはです、あとニューヨーク市場、先ほども申し上げましたけど、お休みというところで、ちょっと東証一部の値、ねえー、下がり銘柄数も今日は1800を超えるというところで、ちょっと。 とそうしたところの警戒感を強めてえポジションの縮小というのも非常にけんえ、まあ、強まってしまったのかなというして見ております。えー、さて、えー、本日2月の17日月曜日でございますので、というところで今夜でございますが、東京 MX テレビさんのワールドマーケット、今、まあ、レギュラーコメンターという形でとさせていただいておりますけど今夜も22時、まあ、22時10分ぐらいからでしょうかね、えー、東京 MX テレビ出演予定でございます、えー。そちらの方もぜひご覧いただければというふうにしております。以上2月の10 7日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました。